はい、皆さんこんにちは、田野治です。今ですね、スクーンビットの、ソイ19に来てまして、今スクーンビット方面に向かって歩いてます。これからですね、ちょっと右折してスクーンビットの奇数側の方ですね、ちょっとね、昼間ですけどどうなってるか見てみたいと思います。はい、ですね、ロビンソンデパートの、ね、脇にやってきました。まあ、要はターミナル21との、ね、間ですけども、に来てます。まあ、先ほど、ね、ちょろっと見た限りでは、まあ、閉まってる店が3分の1ぐらいというところですかね。まあ、ここのね、有名なステーキ屋さんですよね。こう行ったことないですけど、高いらしいですね。空いてますね。はい、今ロビンソンのね、前で、スクーンビットの17ですね。で、今昼間なんですけど、とはいえやっぱ人通りがね、すごい少ない感じはします。これからちょっとね、7の近くまでできれば、まあ、歩いて行って、様子をね、お届けできればと思います。はい、こちらソイの、15です。まあ、このね、角開いてますね。はい、生命カフェのね、前です。はい、まあ当たり前ですけどね、今真っ昼間なんでまだ開いてないです。まあ、夜ね、来てみたいんですけども、なかなかちょっと時間取れないんでね、来れたらアップしたいと思いますけれども、まあ、なかなかね、難しいところになります。はい、ソイの13に、来ました。まあ、この辺からですよね。昔で言えばお土産物屋とかがね、いっぱい並んでるとこなんですけど、はい、今ソイのね、11に来ました。
てますね。はい、ですね、今の7駅のそばにいてちょっと過ぎたんですけど、もうちょっとね、歩いていきたいと思います。この辺がね、ちょっとね、寂しい感じですね。はい、この辺になるとちょっとね、お店がね、閉まっちゃってますね。ここまで来ると、7のね、あの飲み屋街の7の方のね、当てにしていたお店が多いかと思うんで、やっぱりそこはね、影響を受けているような、気がします。でちょうどね、この先交差点あるんで、そこまでにしたいと思います。結構ね、アソーク7って疲れるんですよね、歩くと。結構ね、距離があります。あ、ケバブ屋がある。ケバブうまそうですね。はい、ではね、ちょうどね、7の交差点に、来ました。まあ、懐かしい方いらっしゃるかと思いますけど、こんな状況です。こちら行くとね、7プラザあるところですね、7ホテルが見えます。はい、こういうところになります。はい、じゃあここでね、動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。